この最後の3つの部分はすべてイザヤ書57章21節、悪者どもには平安がないという言い回しで終わっています。メシアが平和をもたらされますが、主を拒否する者たちは決して平和を知ることがありません。偶像に頼ることはメシアに背を向けることです。見てきたようにこの部分は偶像礼拝を公然と非難しています。偶像礼拝はバビロンに続く道です。今章では神様はカルバリに続く寂しい道を旅しておられるのです。イザヤ書48章1節、これを聞けヤコブの家よ、あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが誠実をもってせず、また正義をもってしない。ユダとイスラエルは違うという人々がいますが、この説では神様はその考えに反対されます。神様が彼らにお与えになった名前を変えようとするのはおやめなさい。イスラエルの家全体がここで語りかけられています。そして彼らはアブラハム、イサク、ヤコブを通した選ばれた家系に属しています。その当時と今の時代の廃墟の国は神様に立ち返れというこの最後の命令に耳を傾けなければなりません。彼らは神様を知っているかのようにイスラエルの神様のことを語ります。でも実際には彼らは神様を知りもしないし、神様に仕えることもしません。彼らはどんな力もない宗教を持っています。彼らは合衆国やロシア、アラブ諸国に頼っても自分たちの問題の解決を見つけることはありません。彼らが神様に立ち返るとき、助けがやってきます。それが彼らの解決であり、私たちの解決なのです。2節、確かに彼らは聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名は万軍の主に寄りかかっている。彼らはエルサレムの市民であり、神様の子供であることを自慢しますが、それは名前だけです。実際には彼らは神様にとって見知らぬ人々でしかありません。4節、あなたが堅くなであり、首筋は鉄の剣、額は聖堂だと知っているので、一番初めに神様がイスラエルをエジプトから連れ出された時から、神様は彼らがうなじの怖い民であることをご存知でした。神様は彼らが優れているから選ばれたのではなく、私たちが優れているから選ばれたのでもありません。神様が彼らと私たちを選ばれたのは神様の恵みのゆえであり、神様が私たちの大きな必要をご覧になったからなのです。神様はご自分に耳を傾けるようにとご自分の民に懇願されます。12節、私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ、私は初めであり、また終わりである。神様はもはや国全体に語りかけておられるのではなく、ご自分の言葉を私が呼び出したと言われている残りの者たちに限っておられます。15節、私が語り、そして彼を呼んだのだ、私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。これは神様の心からの叫びです。16節、私に近づいてこれを聞け、私は初めから離れたところで語らなかった、それが起こった時から私はそこにいた、今神である主は私をその御霊と共に使わされた。イザヤは神様のメッセンジャーになりました。神様は彼らに嘆願しておられます。そして神様が嘆願しておられる時、主イエスキリストの声を聞くことができます。 F. デリッツは適切に次のように言いました。預言者はこれ以前は自分の人脈においては語らなかった。一方これらの言葉はご自分をイスラエルを回復する者、異邦人の光であると宣言される。エホバのしもべ、ご自身に関する演説によって次の章に続いている。だからこそここで語っておられるのは国としてのイスラエルでもなく、イザヤでもなく、主イエスキリストご自身でしかありえない。神様は一度もイスラエルの国をご自分の約束通りに十分に祝福されることがおできにならないでいます。そしてあなたも私も神様が私たちを祝福したいと願っておられるほどに祝福を受けたことは一度もありません。神様のせいでしょうか？これはイスラエルのせいであり、あなたや私のせいなのです。19節、あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものは砂のようになるであろうに。その名は私の前から断たれることも滅ばされることもないであろうに。そしてイザヤはこの部分を、このイザヤ書の最後の主な区分の3つの部分が閉じるのと同じように閉じます。22節、悪者どもには平安がないと主は仰せられる。これは神様のしもべが異教のすべての偶像に対して引き渡されるこの部分の厳かな祝祷です。主だけが平和を与えることがおできになります。もし人が神様から離れ、罪の中に生きているなら、その人は今日、この世で平和を見つけることはできません。私たちには誰でも神様から離れているなら、その人には平和がないという、何千年もの記録された歴史があるのです。
イザヤ書のこの3番目で最後の区分には、悪者どもには平安がないと主は仰せられるという言葉で区切られる三重の区分があります。私たちはしもべを通してやってくるエホバの慰めを最初の区分で見てきました。今49章が第2の区分の始まりで、私が苦しみのしもべである方を通してくるエホバの救いと呼んでいる箇所です。今私たちは神様の苦しみのしもべとしての主イエスキリストの確かな啓示に入っていこうとしています。私たちは最初は神様のために慰めをもたらす、しもべとしての主を見ていました。キリストの十字架の素晴らしい啓示が書かれている53章に近づくにつれて、主は私たちにとってさらに明確になります。イスラエルはエホバのしもべでしたが、しくじりました。今神様はもう一人のしもべである方のことを語られます。そのしもべである方は主イエスキリストです。預言書が神様のしもべとして語るのは主にイスラエルのことですが、最終的なしもべとしての意味はキリストのご人格の中に見つかります。古典的な説明はホセア書11章1節にあります。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。この預言はキリストのうちに成就されました。マタイの福音書2章15節、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。国全体はしくじりましたが、この国から出て来られた一人の方が成功されるのです。この章に入ると、実のところ十二使徒がガリラヤで主に耳を傾けたように、私たちはキリストによる説教に耳を傾けています。この章49章の中で私たちはキリストが世の救い主になられるためにここから出て行かれるのを見ます。この動きの中でイスラエルは見捨てられてはいません。なぜならイスラエルが保証されている約束の地に回復されることが再び肯定されているからです。この注目すべき主イエスキリストの説教に相当するものはこの世の宗教の何かには何もありません。ここにはこの世を見ておられるお方がいます。この世の救い主として来られたこの方は神様のしもべとして世を見ておられるのです。一つ一つの宗教は一つの民族あるいはいくつかの民族のグループに限られています。普通彼らの宗教は部族、民族あるいは国という境界線を越えて動くことはないので、ほとんどの神は地域的な神です。ところが神様の御言葉の中の神様は生ける神様、宇宙の創造者であり、人類の贖い主です。この事実によって私たちの目の前にある説教が確かに注目に値するものになっています。イザヤ書49章1節、島々よ、私に聞け、遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。キリストは聞くようにと世界の国々を呼んでおられます。この方は生まれる前からイエスという名を与えられました。この名は世界中に述べ伝えられるべき名前です。なぜなら救い主の名であるからであり、世は救い主を必要としているからなのです。二節、主は私の口を鋭い剣のようにし、見ての影に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として、矢筒の中に私を隠した。主の口から出ていた鋭い剣は神様の御言葉です。そして主がこの地上を歩まれた時の敵の説明は次のようでした。ヨハネの福音書7章46節、あの人が話すようにして話した人は未だ勝ってありません。そしてこの方の啓示は次のように締めくくられます。黙示録19章15節、この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。これは神様の御言葉による国々の裁きです。身分証明を見てください。3節、そして私に仰せられた。あなたは私のしもべ、イスラエル。私はあなたのうちに私の栄光を表す。これはイスラエルの国にとってもキリストにとっても真実です。さて、次の言葉は注目すべきです。4節、しかし私は言った。私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。主はイスラエルに拒絶され、無駄な骨折りをしたように見えるかもしれませんが、主の確信は神様と共にあります。主イエスキリストはその死でさえも勝利だったのです。事実、キリストの死は世が現代まで見てきた中で最も偉大な勝利でした。ですからこの区分の中では、強調点は苦しんでいるしもべなる方にあります。最初世に来られた時、人々がご自分を拒否しましたから、主はイスラエルを集められることはしませんでした。最初の来臨では主はもっとすごく素晴らしいことをされました。主は世のための救いを用意されたのです。ですから神様のご目的は、人間の小さな悪巧みによって妨げられることはありませんでした。5節、今主は仰せられる。主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。
私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。神様の御言葉の中で最も注目すべきものの一つとして、私はこの箇所をあなたに提示しましょう。7節、イスラエルを贖うその聖なる方、主は人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。パウロは次のように言いました。ローマ人への手紙11章12節。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。イスラエルがキリストを拒絶したということは、福音が地の果てにまで行ったということを意味します。将来のいつの日か、神様がイスラエルをもう一度集められるとき、それがどんなにか素晴らしいことであるか考えてみてください。イスラエルの回復に関するエホバとイスラエルの議論であるこの部分からは、数節だけを拾ってみましょう。8節、主はこう仰せられる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう。神様はキリストの祈りを聞かれました。民が十字架につけたこの方は、王がその前でひれ伏し、すべてのものが膝をかがめて主であることを認めなければならない方なのです。13節、天よ喜び歌え、地よ楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。神様の地上での目的の中心はイスラエルの国です。彼らが約束の地に戻ったとき、天も地も喜ぶことができるのです。ところが今日、世に関する限り、すべてのものが多かれ少なかれ場違いになっています。イスラエルは自分たちの土地、祝福の場所にいて、神様に仕えていなければなりません。彼らはそのようにしてはいません。教会はキリストと共に天国にあるべきですが、教会はまだこの世にあります。悪魔は地獄にいるべきなのに、食い尽くすべきものを求めて地上を歩き回っています。主イエスキリストは地上の王座に座って地を支配しておられるべきなのに、神様の右手におられます。多くのことが変わって正しい場所にぴったりとはめられなければなりません。今現在あなたや私の生きているこの世にはこれらの言葉は当てはまりません。イスラエルの民さえも自分たちが神様に見捨てられたと考えます。イザヤ書49章14から16節、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。神様は彼らが神様に見捨てられていないことのなんと美しい保証をくださることでしょう。今日彼らがそうしているように、イスラエルは神様を見捨てるかもしれません。でも神様は決して彼らを見捨てられることはありません。もしあなたがまだ神様がイスラエルを回復されることに疑いを持っているのなら、私はこの部分をあなたが注意深く学ぶように提案します。22節、神である主はこう仰せられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてきて、あなたの娘たちは肩に追われてくる。神様は異邦人たちが神様を手伝って最終的にイスラエルの国を約束の地に回復させることをイスラエルに保証しておられます。これまで異邦人たちは彼らを散らしてきましたから、この予言は今日でさえも確かに注目すべき予言なのです。英国がユダヤ人たちのために彼の地を確かに開きました。それでも英国が彼らがその地に入るのを禁じる命令を発布したその張本人なのです。ですから彼らは許可なしに船でやってきました。彼らはその時以来、いずれにしても妨げられてきました。他の国々からはユダヤ人たちは迫害によって追い出されました。私がこれを書いている時にはユダヤ人たちはロシアを去ることを止められています。ロシアにいるのはおそらく世界中で3番目に大きいユダヤ人人口です。ロシアは彼らを追い出してしまいたくはないのです。でもロシアは大きな反ユダヤ主義の圧迫がよくあります。でもその日、つまり終わりの時には神様は彼らを彼らの土地に戻されます。神様は異邦人たちを使って彼らを引っ越しさせるのです。